Y の小型扇風機が突然火を吹いて爆発した。マジでやばかった。火事になりかけたわ、クソ。冷え。怖。ガチでクソ。慰謝料取れるレベルに爆発しとるやん。怪我せんでよかったわね。令和最新とかそんなの？画像検索したけど他の出てこないし、ガチそうでクソ。これは大変なことやと思うよ。ダイソーのやつか？アマゾンで買った中華品や。7月末に買ってまだ充電2回目だった。中華なんて買うから。安物買いの銭をしない。爆発って言ったらやっぱりコンデンサか？コンデンサ破裂しただけでこんなならんやろ。充電池や。どこの商品か書こうぜ。アマゾンの商品ページ教えてや。これで検索したら出てくるやつ。これやね。それや。小型かっこ爆弾。廊下7ってやばいやろ。中華のくせに無属性か？中華のゴミ買うからいかんのや。ガチやで。床焦げたわ、クソ。ガチのヤバいやつでクソ。想像より燃えてて怖いわ。ハイルームクリーニング代10万。結構な爆発だったろこれ。ダイソーの扇風機は震える。やっぱチャイナ互換は健在なんやな。ワイヤレスイヤホンとかチャイナの安いやつ使ってるやつおるけど考えられへんわ。飛び散ってる黒いのなんや。バッテリー内蔵か。ワイの部屋もリチウム電池だらけ、全部中華。積んだわ。ウィキペディアにリチウムイオン二次電池の異常発熱問題って記事あってくさ。消防署に発火したこと確認してもらって賠償請求せなあかんのとちゃうけ。アマに報告したら返金してもらえるで。でも日本中で何億個とリチウムイオン機器が使われとるのを考えれば言うほど爆発報告ないよな。悪い宝くじに当たったもんだと思いや。隠蔽されとるだけかもな。PSE なしは確率アップやぞ。PSE 言うけど業者が適当に箱とか本体裏にマーク載せただけとかないんか。マキタの中華互換バッテリーも燃えて倉庫全焼した YouTuber おったな。モバブはアンカーしか買ってないわ。他人のために Amazon でレビューするんやで。それが、レビュー書いたのに掲載されへんねん。即時反映じゃないんかあれ。12時間くらい時差ある。何しとるのか知らんけど。審査的なことしてる。アマにあまりにも不利益なこと書くと採用されなかったりする。とりあえず画像付きでアマゾンカスタマーに連絡せなあかんで。他の下 Twitter に載せて何人にリツイートされるかやってみようず。おうちの文鳥たちも怖がってたわ。かわいそうに。かわよ。扇風機めっちゃ燃えてるやんって顔してる。そりゃ怖がるわ。かわいそうや。こんなんすぐ燃えるやん。危なかった。焼き鳥にしたら美味しそう。うちのも最近スイッチ押すと中で火花散るからおっかねえわ。炎天下でスマホとか使っとっても爆発するんかな。怖い。ワイも昔パソコンのケーブルに待ち針刺したら刺したとこからめっちゃ火花出て焦ったわ。アマゾンって問題あった時にちゃんと責任取ってくれるんかよ。わからんから怖いわ。ワーの死な性センサーライトも爆発するんやろか。ワイも似たようなことがあったが、原因はバッテリー充電の基板で USB の電流が逆流してバッテリーが爆発した。ちょっと出かける時につけっぱなしでこれ起きてたら終わってたな。ほんま留守中になってたらマジの火事やったわ。留守中に扇風機使わんやろ。電池の爆発って使用中だけやないやろ。USB 充電中に突然爆発、発火やねん。部屋干しの洗濯物乾かすのに使ってる人はいる。それはこういう小型やなくて家庭用だけどな。はい、ワイが無知やったわ。教えてくれてサンキューやで。火花上がったとか似たようなことあったとか言うてるのちらほらいて怖いわ。市場に出回ってるいくつかは欠陥品ちゃうの？電車ん中でいきなり失火とかやねえや。電車ん中で扇風機が爆発したら持ち主の責任になるんかな。列車運行者は製造者の責任も使用者の責任も問える。使用者の不注意が原因かもしれんしな。さらに使用者は製造者に責任を問える。おーなるほど。なんて移民にしてはなかなかわかりやすい説明やな。3月こっぱ家出るときは家中のコンセント抜いてからにするわ。バッテリーの研究しとったけど怖くて怪しいブランドのなんか絶対買えへん。フランフランのやつは1年フル稼働しても全く壊れんで。ワイも実家からパクってきた昭和の扇風機使ってるけどさすがにヤバいかな。ツイッターに載せたらそれなりに伸びそう。やっぱりうちわがナンバーワン。朗報、アマゾンで1位の腕時計、何十人の心をくすぐる機能満載でバカ売れ中。こんなの男なら絶対に欲しくなるだろ。ウォッチ型トランシーバー、子供用、多機能時計、子供のおもちゃ、通信範囲 150m、機能面、懐中電灯機能、虫眼鏡、コンパス、話ボタン、時計機能、秘密カプセル、敵に見つけないよう。結構欲しくてくさ。ええやん。かっこいい。わい少年心くすぐられる。クソデカアンテナくさ。小学生わいなら絶対欲しがってたわ。令和最新版。中学生からおじさんの心をつかむ時計の鏡。謎日本語定期。
日本を崩壊しててくさ。なんじゃいごっち。敵に見つけないようの絶妙な中国人業者カンスコ。欲しい？ガバガバな日本語が顔出しててくさ。Google 翻訳にかけてもこうはならんやろ。遊び心あるな。Y が小学生なら確実に親に願ってた。コロコロコミックの最後のページにありそう。麻酔針機能が搭載されてれば完璧だった。コナンかよ。こういうのテンション上がる。ビリビリ財布と最高のコーディネートや。Amazon に出品してる中華企業はなんでまともな日本語担当をつけへんのや。担当つけても売り上げ変わらんし。くさ、ちょっと欲しいかもと思わせるイラン機能盛りだくさんやん。トランシーバーは熱い。みんなでこれつけてドロケイやりたい。通話範囲150メートルってマジ？通信範囲長くてくさ。ガチで150メートルいけるなら普通にサバゲーで使ってみたいわ。買った人のレビュー貼られてたけどノイズだらけで言葉聞き取れないらしいな。虫眼鏡いらんやろ。いるぞ。子供は使うかどうかは問題じゃないからいるんや。ステマ商品。桜チェッカー、星 1.4。桜度は 99% です。くさ。桜満開でくさ。そんな高いの初めて見た。高すぎてくさ。今年は桜開花早いな。このサイトほんま有能。残党。桜咲く。危なかったわ、注文してしまうところやった。質問。こちら儀的マークはついていますか？答え。儀的云々といった代物ではありません。玩具です。くさ。違法でくさ。ひえ。捕まるやつやん。いかんでしょ。まあ儀的ない中華スマホが流通してるし政府やろ。携帯とか時計とか Bluetooth 機器とかは大丈夫やが、トランシーバーやとガチで捕まりそうやな。トランシーバーとか書いてるだけで通信できひんのちゃう？わいはこれ。高すぎでくさ。高すぎやろ、あら。体重計定期。なんでこんなん欲しがるんや、ブランドって宗教やろもはや。これほんまダサいけど向こうやとスタイリッシュに見えるらしいな。日本限定なんだよな。これ日本人を皮肉ってるらしいな。秘密カプセルでくさ。小学生くらいの頃の Y だったら多分喜んでた。特に理由のない秘密カプセルすこ。秘密カプセルいる？自決用やぞ。くさ、カプセルに入れるもんあるか？迷子になった時のために家の電話番号書いた紙やろな。秘密カプセルにデスノートの切れ端入ってそう。カプセルに入るお菓子あったらええな。非常食や。こんなん持って鬼ごっこしたら楽しいに決まっとるやん。小学生の時に赤ペン先生の頑張りシール集めたらもらえる懸賞にあったら頼んでたと思うわ。これええな。なんか会社の電話の内線の音質悪いし、社内連絡用に買おうかな。読み方が謎のアルファベットのメーカーの地雷率。ガキの頃こそトランシーバーに憧れたよな。やっぱそういう時期あるんよな。なんじゃいのみんなでこれで会議しようや。おまけ、秘宝、アマゾンの最新型イヤホン、爆発する。2020新しい爆発、ノイズ低減インイヤーサブウーファー優先高品質モバイルコンピューター優先金属ヘッドホン。なんかモリモリでくさ。くさ、安いから欲しい。超新星生まれそう。古い爆発とかあるんか。爆発のノイズを軽減してるんだよな。言うほど軽減させるケースあるか。令和最新モデルすげーわ。